はい、皆さんこんにちは。おふまたし動物園企画広報担当の富澤です。さあ、今日皆さんにご紹介したい動物はこちらのムフロンという動物ですね。この動物は牛の仲間で、グーテン目という種類の動物ですね。さあ、そして今少しずつ画面が動いておりますけれども、はい、見えてまいりました。このね、オスの方はとっても大きな渦巻き状の角があります。これがムフロンの特徴ですね。それからムフロンは、年に一度毛が生え変わる動物でもあります。さあ、年に一度毛が生え変わるというと、もしかしたら思いつく動物あるかもしれません。私たちのセーターとか、これからね、寒くなってから着る方いらっしゃると思うんですけど、それに使われている毛を、生み出しているのが羊ですね。実はこのムフロン、見た目ヤギみたいなんですけど、このムフロンを品種改良した結果、現在のモコモコの羊になったというふうに言われています。すごいですね、人間の改良ってね、恐ろしいぐらい見た目が変わっていますけれども。そんなムフロンなんですが、どこに住んでいるのかというと、主にイランですね、に住んでいます。場所としては岩山などの結構険しいところに住んでいるので、とてもバランスを取るのに優れていますね。さあ、今ね、ちょっとね、背中が痒いみたいでゴシゴシ壁に押し付けていますけれども、大牟田市動物園にはこのムフロンという動物が4頭います。オスのスズキ、それからメスのクラゲ、メカブ、ダイズというね、4頭がいますので、ぜひご来園された時にはご覧になってみてください。さあ、このムフロンなんですけれども、実は現在絶滅の危惧が少しずつ心配されるようになってきました。なんでそんなことが心配されるのかなというと、住居を作るために土地をどんどん開拓していったり、家畜の牧場が作られたり、そのため、生息地が少なくなったというふうに言われているんですね。それから角や食肉の目的での密猟というのも行われています。今日ご紹介したムフロンいかがだったでしょうか。ぜひ大牟田市動物園にムフロンに会いに来てください。お待ちしております。